今回は抗菌力がとても強いタイムを使ってチンギを作りました。フィトセラピーではハーブをウォッカや焼酎などの蒸留アルコールにつけて成分を取り出した液剤をチンギと言います。どんなハーブでもできるのですが、インフルエンザや風邪が流行する時期やこんなご時世の強い味方になる抗菌・抗ウイルス作用があるタイムを使いました。手の消毒に使ったり、薄めてうがい薬などとしても使うことができるので、市販のものが合わない人にもおすすめです。材料はタイム適量、35度以上のホワイトリカ適量です。タイムを洗い、しっかり乾燥させます。煮沸消毒し、乾燥させた保存瓶にタイムを入れます。35度以上のホワイトリカーをひたひたになるまで入れます。ウォッカや焼酎でも作ることができます。蓋をしっかり閉めて冷暗所で2週間くらい保存します。急ぎの場合は3、4日でも使うことができるようです。液体が茶色になり、効能が抽出されたようです。茶こしなどでこし、遮光瓶に入れて冷暗所で保存します。1年くらいは保存することができます。早速スプレーボトルにタイムチンギと精製水を入れて手の消毒剤を作ってみました。私は市販のアルコール消毒だと手が荒れてしまうので、この消毒剤を持ち歩いて消毒しています。またコップ1杯の水にタイムチンギを5滴入れ、うがい薬やマウスウォッシュとして使ったり、適当に水で希釈したものをお掃除や虫除けに使うことができます。